いどうもピューキングです。今日もトロールコースと一発マリオやっていきますか。今日のトロールコースザ・アンチ・アンチ・トロールレベルということで、あのアンチっていうのはね、反逆者とかそういう意味らしいんですよ。でも多分このコースを訳すと悪質なトロールコースっていう意味なんじゃないんでしょうか。いいね、どんな悪質な行為でもいいから僕を痛みつけてくれみんな勘違いしないでほしいんだけど、僕ド S だからね。まあまあ、それじゃあこの悪質なコースを成敗しに行こうじゃないか。それじゃあ早速やっていくでござる。クリア率は 1.4% でござる。そういや最近 YouTube から荷物が来たんだけど、多分銀盾だと思うんだよね。なんで近いうち開封ライブを行うかもしれません。ぜひ見てってくれると。これはすぐに右に行こうか。あの花が落ちてくる前に落ちてこい。ちょっと左下よ開幕花っていう準備できてたよ。何そんなところでうろうろしてんのよ。じゃあこのキノコを取らないようにして先に進めと。このコインはなんもないのか。え、なんか今日サクサク進め。簡単なトロールコースなんじゃないんですか。ほら魚も襲ってこないし。このチサ開幕オープン。なんかね、大きい状態の時チサに捕まれなかったんだけど、そんで上にさキノコは捨ててこいって書いてたじゃん。なんでこのチビ状態だったら渡れるみたいな。あーなるほどね。大きい状態の時この一マスしか出てないチサは捕まれないんだね。さあここは上に行くしかないのか。上に行ってこのパンを叩いてすぐ右に行く。クリボーが襲ってくるんだろ、分かってる。そしてこの鍵は上から取ったら安全だと全然悪質じゃない。もう刺激が足んないね。むしろもっと来ていいよ、いろいろと。この真似は何かまってる余裕なんかねえんだよお前に。このベイトっていうのは待てっていうことかな。いやまだワンチャンあるよ。このハテナが今日簡単かもしんないね。もうこんくらいの難易度だったら3分以内に終わっちゃうよ。他のコースもやっていこうかな。こっから本番っていう感じですかね。このつららは消えないよ。どうやって渡るの。キノコ様。いやこういうの分からんくらい同じような色使われてたら見にくいじゃん。絶対に見逃すって。じゃあここはつららを抜けていく。上と下どっちに行けばいいんだろう。まあ上しかないよね。この土管は入れない感じか。そしてこれオンオフをして、どうしよう、オンオフをした瞬間あのパックに突っ込む。それが正解なんだろう。足りない、全然足りない。一歩歩くごとに一個の罠を設置してほしいぐらいですね。あ、これ全然進めんやここは踏んでいいのか。一旦恋の場所を信用してみるか。僕思うんだけど絶対連れて行かれそうな気がしない。いや逆に行ってみたいよね。あそこ、あそこに行けることを期待して一旦カメラ甲羅を蹴ってみます。そして上に行く。まあ行けないのか。どうにかして行きたいな。この近くの枠はなんもないね。このスネークブロックに乗って、あっ、どっち、右、左これは左上に連れて行かれるパターンだな。絶対にそうだろう。でもこんなことで僕が落ち込むと思うなよ。さあハッスルタイム。どうもヤバい系 YouTuber です。じゃあここはスネークブロックに乗って上のツタに捕まっておけばよかったのね。絶対こっちに来ると思ったな。そしてこの英語は BAR24 ペア24。あ、この制作者さんの名前だね。そしてそろそろ中間ポイント欲しいと思ったら取れたね。今中間ポイントの音聞こえたよ。 GG ゴールではないよね。いや正直ゴールじゃないでよかったなって思います。もう終わりみたいな。尺どうしようって考えたもんね。ここ右上と左下あるけどどっちだろうね。左下入れませんね。このコイン怪しくない。一旦行ってみようか。じゃあ右上の土管しかないからこっちの土管入っていこうか。チェックポイント取ってるから心は穏やかだよ。この四角は何、隠しブロック。あ、これ全部隠しブロックある感じ。じゃあ上には行かせてくれないんだね。だがもう今ので分かったぞ。ここ一番右が空いてるっていうことはこっから上に行けば先に進めるんじゃないのか。いや違うっぽいな。ちょっとスライって書いてるし、右下に行こう。こっちがきっと正解だよ。絶対そう、先に進めるルートあると思います。僕はかけてもいい。さあちくわブロックの下に行けば落ちるだけとかそういうのはやめてくれよな。上がるのはもうい
やめとくせえことさせんだって。え、これはなかなかやられれないシステムのやつ。いや絶対そうだ。あ、でもブラパいるね。このブラパにやられないね。なんか先行けないね。いやでもいけるよきっと。走っていけばいけるんだ。ここ右なんじゃない？普通にこのパワーブロックでブラパを倒してこのドアに入っていけばよかっただけ。すげえ無駄な時間費やしたな今。いや今のはうまいね。息アップが多くしてると見せかけといて鉄球を持ってくるっていう感じで。じゃあこれはアイテムじゃないね。え、この上いけんくない？あ、左にリンク来てる。なるほど、あのリンクを取れっていうことか。もう来ないのかな。待って、見るもんだね。絶対もう来ないと思ってた。この、いや全然いいよ。右も多分そんな感じなんでしょう。で早く行ったら上に行かされるみたいな。ゴイ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 。金さえもらえばもうお前は用済みなんだよ。くらえ、そうして消滅しろ。 SK 爆破スマホエクスプローション。これ走って右に行けるかな。右のチョロプーが抜けれるが心配なんだけど、抜けれたね。よくもやってくれたなチョロプーよ。倒せはしないか、やめておこう。一マスしかないから絶対踏めないと思う。ここは右か左か。50コインを信用してみたいと思います。あってたんじゃない。今日は50コイン信用していい日だ。いつもそういう誠意を見せてくれよな50コイン。いつもいつも僕をやりやがって。ここは何もしない。ブブー言われたけど、もしかして今の息アップ右にやらなくちゃいけないみたいな、そういう感じだったんかな。フロンプが怪しいよね。なるほど、キノコか。ということはここは天国行きですわ。じゃあここは息アップを取らない、ジャンプしてかわそう。じゃあ一番後ろの息アップだけ残しておこうか。そしたらキノコが出てくるでしょう。あ、上に来るのね。まああのオレンジ色の音符絶対怪しいと思ってた。そしてメットがあるけど、このメットかぶってていいのかな。あ、左にもトゲゾウがいるね。トゲゾウが正解と思いきや、実はベッドが正解なんだろ。そういうことだ。違うね。いや、これはトゲゾウじゃないといけないのか。じゃあトゲゾウをかぶり直そうか。頼むマリオ、トゲゾウをかぶり直してくれ。お姉さんだったら帽子いつも投げるじゃんか。シュタ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 。この気分やが。うるせえ。ここはトゲメットが正解でした。2分の1をまたもや外してしまったね。このドアはじゃあフェイクなのか、入れないっていうことだね。そしてここなんか間違い探しっぽいね。ちょっと考えていい？間違い探しなんでしょう。こんなの解けない人いるのっていうか、これ全部同じ風に見えるんだけど、ちょっと適当に言ってみて。今真ん中アピン、うん、全部いけるやんか。別に間違い探ししなくてもよかったんだ。これは左の方に行けばいいのかな。このスターは取れないか。じゃあ右のスター早く取る。ちょっと試しにさ、一番右にも行ってみていい？あ、やっぱどれでもいいんだね。じゃあここは押して左行ったらダメだったんで、あのスターを早く取って、ここでスターラン。あの土管の場所まで行けるのか。土管の場所じゃないのか、行くべき道は。ここでどっかスターを切らして行けみたいな、そんな場所が来ると思うんだけどな。この方で絶対アイテムが出てくるよ。いや正直スター状態だから敵が来てもいいとは思ってた。でもまさかのバネだったとはね。じゃあここはカロのコアラを蹴って僕もついていく。まあ8割方そうなるんじゃないかなって思ってましたよ正直。もうどのタイミングで行けばいいな。左に行ったら潰れるので、そろそろ中間ポイントに欲しいよ。まだないのか。なんかゴールみたいなのがいっぱいあるけど、ここどっか落ちてくるんじゃないの。え、どこ、次はもう1回ぐらい落ちてくるでしょ。どこだけ振ってないのよ。頼むって、やり直し聞かせて。熱い熱い熱い。そしてここに寄っとけばいいんでしょう。あと一回。まだやり直せる。投げんだよ。そういや僕このコース始めた時さ、簡単とか言わなかった。このコースなかなか難しいね。ちょいちょい難しくなってきてるのが面白いね。じゃあここは上に行けと、そういうことです。いやこれまだ全然間に合うよ。絶対なんか来ると思ってました。ここは全部入れないのかな。あ、やっぱり黄色い土管しか入れないね。さあそろそろチェックポイントに欲しいよ。ここは右か左かっていう感じか。2分の1左を信用してみよう。まだワンチャンあるよ。ここに勝ちブロック。こんなのリブ
じゃあここは何もすんなっていうことなんだね。そしたら上にボム兵が降ってきて、こっからすると、いやこれはずるい。絶対右か左かどっちかだと思ってた。これは鉄球か。で右に行ったら中間ポイントそろそろ欲しいけどね。よし中間ポイント取れたね。でこの土管に入っていけばいいのか。残すはゴールのみだね。ここはスターがこの場所に来る。なるほどね。じゃあここは一旦上の方に行っておこうか。そしたらこの場所にスターが戻ってくるっていうわけでもなさそうだね。じゃあここは一旦ジャンプして下に行く。そこだ。なんか見たことあるんだよね、左のパックンとドスンが重なってるやつ。他のトロールコースでも多分やったと思うんだけど。じゃあここはバブルが氷溶かしてくれたね。バブル落ちてこないの？よしよしよし。そしてここ多分ね、四角の枠叩いたらドスンが押し寄せてくるみたいな感じだから、このまま先に進みたいと思います。そしてこの下めちゃめちゃ怪しくない？今度あっ成敗されたのござる。これ左にも同じやつあったよね。あーじゃあ左は叩いていいっていうことなんじゃない？いや絶対そうでしょ。ここそのまま行けそうな気もするけど、一旦叩いてみます。そしたら一瞬ヤジとマリーのいけない駆け落ちこの石英氏とマリーのなんとかシリーズ結構好きかもしんない。僕じゃあ P スイッチを踏んで一旦すぐ入ってみようか。土管は入れない感じだね。ここで追っていいのなんかそんな感じだと思った。でもこのまんま行けるのか、そういう何かを用意しといてくれるかな。色が違うんだよ。じゃあここは P スイッチを踏んで一旦何もしない。そしたらキノコは手に入れれるでしょう。でもう一回待ってみようか、フラワーとか出てくるんじゃない？あーでかキノコね。でもデカキノコ取ってよかったんかな。あでも上にさあブロックある、これを壊してみたいだ。あーなるほどね。いや僕気になってることがあるんだよね。この右側の土管入ってみる。あーなんもないのか。じゃあこのフラワーを取ってこの氷ブロックを溶かしていけと。いや次はこのブラッパいるんだけど、これ倒せんのかな。パール、あ、左のマスターストーンを取らなきゃいけないのね。いやここ溶かすでしょ。そして何もしなかったらいいのかな。そしたらマスターストーンこっち来るみたいだ。あーこの線を越えれば来るのね。さあおいで、迎えに来たよマスターストーン。そしてここでパワーブロックを出してブラッパーを倒すの。で次もなんか似たようなのあるけど、次叩いていいのか。叩いてみるよ。どうなる。一生やじ。もう信用しない、あの四角の枠。次から出てきても絶対に叩かない。そしてこのバブルすぐ右に来ると思うんだよね。なんですぐドアに入る、これが正解だよきっと。そしてこのちくわブロックは降りてすぐ左に行こうか。ここ怪しいよ、これアイテム。あいや違うんだって、ここの3つ目の一気アップ怪しくない？絶対アイテムだと。あ違うのか。じゃあこのハテナ叩いてみようか。オンしてくれる？チャッカしろよ、花火出てんだから。そして出てきたねこれまた。叩いてみようか四角の枠、この際だから。だって僕は欲しがりだから。成功すんのかいそのままだったら渡れなかったんかな。じゃあじゃあここハテナを叩いても何もないよね。おおして、下怪しくない？こっちが正解なんでしょ実は。おーらーってなってる。あなんか右行けるよ。あここで一旦止まるのね。じゃあこの土管に入っていくしかないのか。いや上の土管ちょっと気になるけどね。こっちが正解なんじゃないの。はいどうもこんにちは。もう終わり近いと思うけど、じゃあこの P スイッチを叩いて。あ下にゴールがあると思ったけど、そういうわけじゃないんだね。てか嫌な予感しかしないんだけど。え大丈夫ここ。じゃあこのキノコ、あれここ行き止まり？ゴールが。どうもありがとうございます。はいそれじゃあ次のコースは一発マリオクリア不可能、その2隠しブロックなし、土日祝限定ということで、説明文にですねこのコースをずっと遊びたい方は消される前にダウンロード、このコースは2日間限定コースです、これはさすがにクリア率 0% だろうわらって書いてるんだけど、引っかかるのが消される前にダウンロードって書いてるんだよね。サムネも真っ暗だから全然このコースの予想がつかない。それじゃあ早速やっていきますか。クリア率は 9.8%。まあ、このコースね、ツイッターの DM で本人様からいただいたんですけど、その時の内容にバグでクリアできないですって書いてたんだよね。どんなコースなんだろうね。一見めちゃめちゃ簡単そうに見えるけどね。え、これクリアできないの？は？
いや、歯しか狙わんやろ。え、なんでクリアできないのこれ。え、何がある。え、裏なんもないやんね。なんでやられるんだろう。もうやめていいですか。もうこの辺でやめていいですか。もうわけわかんないよ。右の方から行けみたいな。うわ、右の方からはダメだね。じゃあ次は左の斧に触れてみたいと思います。なんなんだこのコースター。どっかにアイテムとかあるんじゃない。で、被弾して斧に当たるみたいな。でもさ、コース名に隠しブロックなしって書いてたから多分ないとは思うんだけど、どっかに、え、なんこれ、え、なんかここにあるんだけど、え、ここ乗れるみたいな。え、なにこれ、え、すごいね。じゃあこの辺もなんかあるみたいな。うわ、なんかあるよ、壁が。あの見えない壁に登っていけっていうことかな。この辺で右にジャンプしてみる。あー、やっぱなんかあるね。ここもなんかある。え、こんな感じで上に行けばゴールできるみたいな。え、あー、こっちのカードとかこの中に入ってったら中間ポイント。じゃあこの中間ポイントと、なんでこのコインも取れないのよ。しかもさ、ここ入れないんだよね。壁があるの。え、なんでだろう。ここも上に行けみたいな感じかな。いや、行けないよね。ちょっともう一回戻るしかないの。ちょっと一旦戻ってみようか。戻ったらゴールできるようになってるみたいな、ここが開くみたいな、そんな感じ。もうわけわかんない。なんで最後の壁すり抜けたの。いや、面白いね、こんな見たことのない世界を見るのって。どうもご視聴ありがとうございました。この動画が良ければグッドボタン、そしてぴよキングのチャンネル登録ぜひよろしくお願いします。そして Twitter、TikTok もやっていますんで、動画説明欄の方からフォローをお待ちしております。最後までご視聴ありがとうございました。それじゃあまたね。